天下三分が崩れようとしていた。医療の戦いで五軍が食軍に大敗。高騰の地に食官の旗が翻ることとなったのである。勢いに乗る食軍はまたしても北伐を敢行する。魏軍は芝居を総大将とし大帝に進む。対する蜀の大将は諸葛亮の弟子として名高い馬謖だが、勢い任せの軍に利などあろうはずもない。長江は勝利によってそのことを証明しようとしていた。この戦で蜀軍を打ち負かすぞ。皆さん、士気を高めれば舞台では輝けませんよ。義の将兵としての矜持を胸に、気高く美しく育んできた力と技を戦場に咲かせるのです。おせよ、地の利は我らにあり。山頂に布陣したか。諸葛亮の弟子だそうだな。愚闊だな。己の愚かさを身をもって味わわせてやろう。将軍、まずは本陣に迫る敵を追い払え。我が知略に加藤など逆払いたいわ。華麗に討ち取りました。我が軍だけで勝てると思っていたが、本隊を待とう。山を降りてはならぬ。山にこもるとは想定通り。さあ、麓の砦を全て制圧してやれ。私はその策に彩りを添えましょう。厳しい状況だな。わしが相手だ。その首もらい受けるだ。俺もこうしちゃ折れませんな。Cut!
秘木の勇か道具の勇か、このわしが確かめてくれる。敵将は超瞬あれが丸く討ち取りました。Oh!
本体が来る前に片をつけるのだ。全軍、砦の攻略を急げ。行きますよ。策を使うまでもないようだな。残る敵を殲滅せよ。貴様らを迎えると思うか。さあ、岩の下敷きになるがいい。さあ、行きますよ。一応防衛の配慮の備えも安全です。さすが芝居と美しき戦ぶりです。さあ、防衛を勝負してもらおう。また勝負だ。敵将趙春愛が華麗に討ち取りました。
間占拠しました。過ぎたようだな。千両の輩に負けはせん。敵将軍趙春愛が華麗に討ち取りました。さあ行きますよ。私は素晴らしき仲間に囲まれている。あの時は私のお前に負けはしない。この度も見事な戦ぶりだった。戦前の鼓舞、あれは独特と言っていいだろう。これは見ておられたのですか。私はただ戦場に美を求め、そしてそれを咲かせただけです。ほう、美しさの探求が戦火に帰結すると。美を極めることが乱世の終結につながると信じています。では失礼します。趙高らの働きによりまたも蜀を退けた。度重なる北伐の失敗に焦った蜀軍はついに全兵力を集結し最終決戦を挑んできた。この一戦で乱世に幕を引くべく魏軍も総力を挙げて迎え撃つ。決戦の地五条原に立つ趙高の胸にはこれまで戦場で目にしてきた様々な美が去来していた。その全てを糧にして乱世の最後を飾る誠の美を極めんと今まさに趙高が羽ばたく。天礼、蜀軍が南より進軍を開始した模様です。
奴らめ、ついに動いたか。炎とは燃え尽きる前にこそ美しく輝くもの。しかしいつまでもくすぶっていては美を損ないましょう。ならば誰かが消してやらねばな。お任せください。これまで私が出会ってきた様々な美を今ここに結実させ、乱世の手向けといたしましょう。この戦で職に引導を渡す。小細工はいらん。正面から叩け。私の知略に勝てるとお思いですか。春愛が華麗に打ち取りました。ではならん。焦っては敵の思うツボだ。敵将超春愛が華麗に打ち取りました。私の知略に勝てるとお思いか。敵将超春愛が華麗に打ち取りました。お見事ですな。我らも武を示さねば。華麗に打ち取りました。
私の知略に勝てるとお思いだ。敵将趙春愛が華麗に討ち取りました。我々も奮起するぞ。今ですね、五詰めの部隊で敵本陣を吸収します。わけにはいかない。Let's go!
将、趙春哀が華麗に討ち取りました。劉備よ、あの世で見ているがいい。私が築く時代を皆よく聞け。食感は滅んだ、乱世は終わったのだ。立ち退きをあげよ。実に美しい勝利ですね。天下は義のもと一つになった。長江よ、何か望みはあるか。あまたの戦場にて華やかに舞い、乱世での美は極めました。これからは知性における美を追求しようと思います。好きにするがいい。忠達、義名にせよ。さて、知性の美と言ったな。美の啓蒙でもするつもりか。美を押し付けるのは無粋です。美とは感じるもの、人との関わりを通じて共感するものです。例えば舞、共に舞い踊ればきっと、ああ、それは素晴らしい。大事な用を思い出した。失礼する。美の追求は終わりなき旅、これからも華麗に舞うとしましょう。